無事にフィレネに入れましたね。今のところイルシオン兵を見かけませんが。奴らの狙いは王城かもしれない。であればフルルの港に向かおう。そこが王城に最も近い港だ。神竜様が初めてフィレネに来た時にも訪れた場所だよ。懐かしいですね。あの時の美しい景色よく覚えています。どうしたんだい神竜様。煙が見えます。北東の方角に。北東、フルルの港の方角だ。奴らまさか。急いで向かいましょう。海にはまだイルシオンの船が。これ以上の上陸を許せばフィレネ王国が落とされてしまいます。港を守り、それから村人たちの救助を。あらまあ大変、村がめちゃめちゃですわ。セピア、ベイルまで。まさかこれはあなたの仕業ですか。違うわ。私たちはここに来たばかりよ。あなたたちがフィレネ王国に行くって聞いて、ただ会いに来ただけなの。会いに？どうして私たちがここに来ることを知っているんですか。村に火をつけているのはイルシオン兵です。ソンブル側であるあなたたちが動向を把握していないわけがありませんよね。それはグリー、どういうこと？行き先を知っていたのはグリが指示をしたからだったの？言いなさい、グリ！確かに俺はこの襲撃を知っていた。でも指示は俺じゃない。じゃあ一体誰が？あなたですわ、ベイル様。え？今こうして村が燃えているのも、たくさんの人々が死んでいるのも、すべてベイル様の望まれたこと、あなた様自身のご命令ですのよ。私の？はあ、やっと着いた。遅れてしまいすみません。厄介事があったもので。マロ、モーブ。あ、ベイル様、長旅お疲れ様です。僕ちょっと遅れちゃいましたけど、いただいたご命令通り村の者たちは皆殺しにしますからね。皆殺しって、ひどい。どうしてそんなこと。え、どうしたんですか。登場だなんてベイル様らしくな。あ、これもしかして戻っちゃってる感じか。戻ってる？どういうこと？誰か教えてよ！ねえ！ベイル様、この状態のあなたに付き合うのもいい加減面倒になってきましたわ。ここからは真実をお話ししましょう。神竜様方もよくお聞きになってくださいね。真実？この通り、ベイル様は何にも知りませんわ。襲撃の指示なんてとんでもない。今回の襲撃も今までのことも全てもう一人のベイル様がしたことですもの。もう一人のベイル？これはソンブル様の偉大なるご意志ですの。後継としてふさわしい邪竜の子が欲しいというソンブル様の命に背き、平和などという幻想を夢見て
邪竜として当然の力も持たぬ欠陥品であるあなたでは邪竜の娘としてふさわしくない。そこで魔の力を持つ竜族であるこの私がソンブル様にお力を賜り、あなたに少し細工をさせていただきました。細工？一体何をしたというんですか？簡単なことですのよ。ベイル様の竜の衝動を少しばかり強めて差し上げましたの。そうすれば人間を殺すことなど何とも思わなくなる。あなたはソンブル様の手となり足となり、神竜ルミエルを殺し指輪を奪い、各国に異形兵を差し向けていたんですのよ。そんな、私が、じゃあいつも知らない場所にいたのは。あなたの意識が眠っている間に違うあなたが動いていたことの証明ですわ。正気に戻っている間にまさか差し向けた異形兵を自分で討伐していたなんて。その上ソンブル様の娘ともあろうお方が神竜とお友達だなんて、バカバカしくて笑っちゃうわ。殺したのは、指輪を奪ったのはベイルだけれど、彼女自身ではなかった。よかったですわね、ベイル様。誤解が解けましたわよ。スピアもクリもみんな、私の味方なんかじゃなかった。私はずっと一人はずだった。どうしたらいいよ。ベイル、しっかりしてください。今そっちに。おっと、そうはさせないぜ。ここから先はもうあなたは不要ですの。深く深くお眠りくださいな。いや、さあベイル様、お目覚めを。我々と共にこやつらも皆殺しにしましょう。やめて。私は、ご苦労でした、セピア。おかげで存分に戦えそうですね。英雄王の指輪をここに。はい、ベイル様。メルス、シクヨ、お前たちも準備を。承知いたしましたわ。ああ、楽しみです。やっぱりそれなりに抵抗してくれないと面白くないですね。ねえ、神竜様。記憶の共有がうまくいっていなかったせいで、あなたがお友達だということこの前は知りませんでした。失礼を許してください。謝罪なんて必要ありません。あなたなんかベイルじゃない。私だってベイルです。私こそがベイルなのですから。ここにいる私だけが邪竜の娘たる存在だと今から教えて差し上げます。みんな戦闘準備を。戦う前に面白いものを見せてあげます。久しいな、我が子よ。そして神竜。
ハイヤシンス王。お父様、生きていらしたの？いいえ、死んでいますよ。これは異形兵ハイヤシンスです。異形兵？私の自信作なんですよ。モリオン王の異形兵と違って生きて戻ってきたみたいでしょ。私の作る異形兵はお父様のより上手なんです。生前の意識も少しばかり残っているぐらいに。でも戦いの邪魔になるので、それはちょっといじらせてもらいました。なんてことを。これは罰ですよ、アイビー王女への。私、デスタン大教会ではよくも指輪を奪ってくれましたね。私ずっと思っていたんです、いつか仕返ししようって。ハイヤシンス、あなたにはこの指輪を。本当は草原の公女の指輪を用意したかったのですが、あなたの娘に取られてしまったので。剣王の指輪を使ってくださいね。承知した。戦いというの、お父様と。こんなこと、もうやめてください。これがどれだけ酷なことか、あなたにはわからないんですか？わかりません。こんなに楽しいことありませんから。あなたたちこそ分かっていますか？この場所には全ての紋章師の指輪があるのです。しかもその数は互角。どちらが勝つのか楽しみですね、ベイル。さあ、思う存分殺し合いましょう。連れて行って。何でも言うで。竜の守り人として誇りを胸に。竜の守り人として、使命を果たせ。
見ていてくれましたか。君のためなら。覚悟はあるわ。違えないわ。君に敬意を。勉強せない。それ今日こそ殺してあげるね。この子といる僕は無敵なんだから。
番かい？ほれ、体に染み渡るよ。また立ち回れそうだ。まだいける。打ち取ったり。
最高の痛みだ。また味わわせてくれよ。死する時まで。指示をくれ。ベイル様のためなら俺は。全力を叩きつける。身になったようだ。見ていてくれましたか？
どうしましょう。おやすみなさい。
つい。目線嬉しいです。エンブレムエンゲージ。やはりな、どうするべきが正しいか。はい、頑張れますよ。痛みが引いたよ。許されないわね。油断した。せや、熱くなってしまった。君に敬意を。はっ、僕がこのやつに、なんで僕が負けるの。悔しい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 。行きます。
に。ふっ、軽いものだわ。役に立ちたいです。王者のままに。えい。どうも。ありがとうございます。いらっしゃいな。私の騎士様に勝てる勇気があるのなら。そっか。
礼を言うよ。しなくていいのよシグルド。さあ、すべてを解放してちょうだいな。それでいいわ。これもソンブル様のお力の賜物ね。あれは紋章師の暴走。確かソルムの王城でも同じことが。あなたは簡単には打ち倒せません。気を引き締めて挑みましょう。死にたくない。立ち回れそうだ。集中しないと。えい、生き返ったよ。
承知。紋章師様、何も思い出せぬ。私が怖いか、それとも憎いか。おっと、スリッハッフッ、それなんてありえませんから。軽いものだわ。こらえきれぬか、紋章師リーフよ。衝動のタガを外すがよい。やはりソンブル様のお力は底知れぬ。私のしたことは正しかったのだ。涙する気もない。それでも感謝するわ。
本来なら永久に伝えられなかった言葉を言えるのだから、ありがとう。そしてさようなら、お父さん。私はいつかあなたを超える王となる。せい、認めぬぞ。末路だな。もっと早く。気なつき、すまるな。ハイミ、オルテンシア、私もお前たちを愛してた。あと、頼むな。どうか。許しよう。はい、ありがとうございます。ください。あなたは私とマルスに勝てるでしょうか。たがえないわ。体に染み渡るよ。
来てくれて嬉しいです。この風景気に入っていただけましたか？燃える前なんかよりずっと綺麗でしょ。あなたをおびき寄せるために燃やしたんですよ。それからあなたの苦手な異形兵もあれなら怖くないでしょ。ハイヤシンス王のことですか？喜んでもらえたならよかったです。私たちはお友達なんですもの。仲良くしないと。そういえば絶交したんでしたっけ？もう一人の私はさぞ傷ついたでしょうね。好きにはさせません。そろそろ本気を出す頃合いですね、マルス。これがお父様の邪竜の力の真髄です。脆弱な神竜には真似ができないでしょ。ハイヤシンスに渡してた指輪向こうに渡っちまったぞ。残ってる指輪は絶対に守らなきゃ。こっち船の奥に持ってきて。英雄王の指輪お預かりいたします。ここは撤退いたしましょう。お早く。ベイル様。セピア、あなたの指輪をこちらに投げてよこしなさい。何か秘策が？いいから早く。仰せのままに。
私でいられて嬉しかった。おいおいおい、冗談じゃねえぞ。指輪を向こうに飛ばししまいやがった。この欠陥品め。ベイル、帰ったらただでは置かないわよ。今度こそ二度と目覚めないようにしてあげるわ。モブ、残りの指輪はしっかり持っててよ。ああ、聖騎士の指輪。ベイル、あなたは。戻ってくれて嬉しいです、紋章師シグルド、紋章師リーフ。私もだ。デスタン大教会では君を守ることができなくてすまなかった。このままもう会えなくなったらと、暗い意識の中でそのことばかり考えていた。シグルド、謝るのは私の方ですよ。さっき見た通り、ベイルという子は違う人格を引き出され駒として使われている。邪竜ソンブルがまだ満足に動けない分、あの子が手足となっている感じだね。そうなのですね。助けに行くか。そうしたいですが、この村を置いてすぐに立つことはできません。火を消し、生存者を助け出した後でイルシオンに向かいましょう。こたびの戦いで指輪の数はこちらが上になりました。残り4つを取り戻す好機です。そうだな、今なら勝てる見込みがある。アルフレッドは一旦王城へ。このことをイブ女王に報告してきてください。村のことは私たちに任せて。わかった、ありがとう。ベイル、どうか無事で。